秋分瞑想。自分なりのやり方でリラックスした意識状態に持って行きます。この瞑想の目的は、地球とその住民を完全に癒し、解放し、真実を明らかにすることであることを表明します。銀河のセントラルサンから発する光の柱を可視化して、太陽系にいる全ての光の存在を通って、銀河連合のマザーシップを通って、自分の体を通って地球の中心に届く様子を可視化します。もう一つの光の柱が地球の中心から昇ってきて、自分の体を通って空に向かって行き、銀河連合のマザーシップを通って太陽系と銀河にいる光の存在に向かっていく様子を可視化します。今あなたは2本の光の柱の中に座っています。上下両方に同時に光が流れています。この光の柱を数分間保ってください。
次に柔らかい崇高な女性性のエネルギーを可視化します。この美しいピンク色の光の柱がプラズマ初期異常による生命体と残りのトップレッドプラズマ爆弾の全てを解消します。あらゆるプラズマが完全に変容し、当初の意図の通りに復元されてヒーリングされます。白い光がニューアトランティスのエネルギーグリッドに流れ込み、それを強化します。地球全体と地球のすべての住民のために、
球の住民が新しい地球を実現するために自分のパワーをクリエイティブに発揮し、その間も自分たちもヒーリングされて健康で幸せになり、選択肢も広がることをイメージします。Victory of the Light.